勇者博多ポンタンの勇者感ゼロ。はい、どうもこんにちは、キリンです。今回はですね、ちょっと危険な動画になります。もしかしたらちょっと削除されるかもしれないんで、よかったらお早めに見られた方がいいかもしれません。はい、というのがですね、勇者博多ポンタンさんの正体をですね、今回なんと暴くことに成功いたしました。で、彼はですね、まあ顔も一切出さずに、まあ音声も加工して動画投稿されているということで、まあかなりヒントは少なかったです。はい、ただですね、まあ僕が考察することによってその正体というのが分かったので、かなり危険なんですけど、ちょっと今回は発表していこうかなと思います。で、まあ博多さんの正体を探っていった結果ですね、まあとんでもない人物に行き着くことになってしまいました。はい、その一部始終を今からお話ししようと思います。はい、でまずですね、僕が注目したのは、まあ、やっぱり名前ですよね。名前、勇者博多ポンタンさん。まあこれ何かっていうと、まずですね、博多プラスアンポンタン、はい、この組み合わせではないかっていうのは、まあ誰でも思いつくとは思います。まあここを頻度に考察を始めたいんですけど、でまず博多なんですけど、まあパッと思いついたのは、まあやっぱご飯が美味しいとかよく言いますよね。なんで、まあご飯関係の仕事についてる方かなとか、まあ例えばシェフだったりとかですね。はい、でアンポンタンの方はどういうことかっていうと、まあアンポンタンという言葉は、まあもともと江戸時代に流行って、まあ今定着しているような言葉らしいんですけど、まあ一説によるとですね、織田信長がアンポンタンという言葉を作ったのではないかっていう説もありましてですね、まあ信長と、シェフといえば、信長のシェフというドラマありましたよね。でそのドラマの主役を務めたのが、あのキスマイフット2の玉森さん。はい、なんで、まあ、もしかしたら玉森さんなのかっていうのも一瞬思ったんですけど、それはちょっとありえない。はい、なんでかっていうと、博多アンポンタンさん、まあ動画見てたらわかると思うんですけど、明らかに、まあ話のネタからして、まあ30代から40代、もしかしたらもっと上かもしれない。はい、で男性ですね。でおそらく博多ということなんで、福岡出身の方。そして動画の投稿頻度、投稿数を鑑みると、まあ時間にある程度余裕のある方なのかなっていうのが、まずその条件なのかなと、はい、思いました。でその条件に当てはめていろいろと考えた結果ですね、まあ1名だけそれに該当する方、しかも超大物です。はい、超大物の方が1名だけ該当しました。はい、でそこでちょっと話を戻したいんですけど、さっきキスマイフットツの玉森さんじゃないかってちょっと一瞬考えたって言ったと思うんですが、まあこれもですね、大きなヒントになってたんですね、実は。はい、というのがですね、アンポンタンという言葉の意味っていうのは、まあ間が抜けた様子のことを言います。まあつまり間抜けですね。はい、で間抜けと先ほど言ったですね、玉森さんをつなぎ合わせることでですね、博多ポンタンさんの正体を突き止めることができました。はい、まあ具体的にはですね、玉森という言葉から、間抜け、つまり間を抜きます。はい、そうするとこちらになります。はい、ということで皆さんの想像を超えた大物が浮かび上がってきたんじゃないでしょうか。つまり博多さんの正体は実はタモリだったということです。はい、でこれから根拠というのをですね、きっちり示していくんで、よく聞いていてください。はい、まあ、これも名前にですね、全てヒントがありました。まず1個目、軽いところなんですけど、博多アンポンタンのアンポンタンですね。まあ、アンポンタン、アンポンタン、アンポンタンって繰り返し言ってるとですね、アンポンタン、アンポンタン、アンポータ、アンポータ、アンプオータって聞こえてくると思うんですけど、タモリさんってですね、まあ、生粋の、まあ、オーディオ機器オタク、まあ、つまりですね、アンプオタクなんですね。はい、っていうことから、まあ、タモリであると。はい、で、こんなのは軽いもんでですね、まだあります。はい、ちなみに勇者博多ポンタンさんって、まあ、勇者だということが特徴だと思うんですけど、なんと勇者ヨシヒコのドラマに、タモリさん出ておりますという、はい、まずこれですね、まあ、ここからもっと、まあ、タモリであるということがわかると思います。はい、で次ですね、アナグラムいきたいと思うんですけど、まあ、これですね、どこからどう切り取ってもですね、勇者博多ポンタンさんはタモリであるという事実に行き着くことになります。はい、今からそれを実証していきます。はい、まず勇者いきます。はい、こちらを消して、はい、こちらを消して、はい、はい、タモリ。はい、続いて博多に行きます。TA を消して、
N を消して、はい、H の一部を消す。O、K、はい、H の一部を消す。H の一部で、タモリ。はい、次、ポンタン。はい、TA を消して、N を消して、N の一部を消して、O、P、N の一部、N の一部、タモリ。はい、さらに、タンポン。はい、も、同じように、はい、はい、タモリ。はい、で最後毒舌犬ですが、大、天、母、人弁、このよくわからないやつ、口、横棒、タモリという、はい、ということでですね、まあどこからどう切り取ってもですね、結局タモリに行き着いてしまうということで、まあこれで勇者博多ポンタンさんがタモリであるということが証明されたのではないでしょうか、ということで、信じるか信じないかはあなた次第です、ということで、ぜひタモさんのチャンネル登録よろしくお願いします。あと本日ですね、日曜夜10時から、週刊 YouTuber ニュースという YouTube ライブですね、はい、生ライブを1時間やるんで、よかったら遊びに来てくださいということで、今回は以上となります。はい、チャンネル登録と Twitter のフォローよろしくお願いします。